広い水槽を悠然と泳ぐのは体長1メートルを超える日本最大の淡水魚イトウです。そこへ餌のニジマスが投げ込まれると、構えましたね。北見市ルベシベ町にある北野大地の水族館です。幻の巨大魚イトウが餌の魚を捕食する場面を見てもらういただきますライブが、新型コロナによる休止期間を経て今日3年ぶりに再開されました。この水族館では生息域が限られ、絶滅危惧種にも指定されているイトウを11匹飼育しています。いただきますライブはイトウとニジマスの食うか食われるかの関係、自然界の命のドラマを直に見てもらうことで、命をいただいて生きるという生命のつながりを実感してもらうものです。捕食の瞬間を見る機会ってないので、やっぱりこう食べ物ちゃんと食べていこうかなって思いますね。北の大地の水族館のいただきますライブは毎週火曜、木曜、土曜の午後に開催されます。